ミー、ラミー。ラミーたちは暖かい光が自分たちに降り注ぐのを感じた。あー、これママ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 ってこと？はあ、ラミー、ラミーですね。母はどんなにかあなたに会いたかったことでしょう。私がさらわれたあの日以来、あなたのことを考える日はありませんでした。ラミー、なんとたくましく成長したことでしょう。今こうしてあなたに会っていることがまるで夢のようです。もうこの母は何も思い残すことはありません。ラミー、大魔王ミルドラースの魔力はあまりに強力です。せめてこの私がこの命に変えてもその魔力を封じてみせましょう。やめて、そんなこと言わないで。やめて、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 やめて。お前また出てきやがった。水友、ほほほ、いけませんね。あなたの役目は大魔王様のために扉を開くこと。でもまあ良いでしょう。我が子を思う気持ちというのはいつ、あ、出たよこの言葉。さて、ついにここまで来てしまいましたね、ラミーとその仲間たちよ。それに伝説の勇者までのこのこやってくるとは。しかし全てはこの地で夢と消えるのです。ってことは、ここでゲマ戦が、始まるってことですね。もはやミルドラース様にお前の母の魔力などいりません。今ここで私がお前たち親子を永遠の闇へお送りしましょう。その言葉そのまんま返すわ、バカ者め。イオナズンをひたすらぶち込む。ちょっとなんかイオナズンのせいでかっこ、おお、勝ったは。でもちょっとなんか納得はいかない。お前ぐっ、わあ、熱い、何ですかこの光は。この私がそんな光に焼かれるなどと、そんなことがあってはゲグワー。待って、マーサママ、マーサママ。本当にあなたは驚くほど成長しましたね。今まで母はあなたに何もしてあげられなかったというのに、そんなことないよ、マーサママ。やだーやだー、なに、なんで下がんなきゃいけないの。やだーやだ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 。ともなく不思議な声が聞こえてきた。マーサ。あ、待って、パパスじゃない、これパパスじゃない。マーサ、もう良い、お前は十分によくやった。あ、パパス、パパス、やだ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 。どうやら私たちの子は私たちを超えたようだ。やだ、子供たちの未来は子供たちに託そうではないか。さあ、マーサ、こっちへおいで。やだ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 。そうか、パパスはずっと
とママスのことを探してたんだもんね。むしろ良かったのかもしれない。